はい、山頂です。本日はですね、一般登山者が TJAR を見るべき理由といったところでお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは登山に関する役立つ情報、また私の登山に関してもお届けしておりますので、もしまだチャンネル登録済んでない方がいらっしゃいましたら、今、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。まず TJAR というのをですね、ご紹介していきたいと思います。TJAR というのは2年に一度開催されるトレイルランニングの大会です。日本海からですね、太平洋までの415キロをですね、わずか1週間程度で走るといったですね、レースになるんですけども、日本一、まあ、もしくは世界一過酷なレースとも言われています。まずなんですけども、一つ目として軽量化のヒントになるといったところが挙げられます。このですね、大会には山小屋には泊まっていけないといったルールになってまして、選手の方々はですね、本当に軽い装備で登山をしています。だいたい20リットルから30リットルぐらいのザックが多いんですけれども、この装備っていうのはですね、やっぱり大会を得るごとに新しいもの、便利なもの、また軽量なものがですね、出てきているといった現状があります。選手たちはですね、本当にその自分の人生の中での大一番に向けて非常に装備を吟味されていますので、その時代のですね、最高のものをですね、使っていると言っても過言ではないと思っています。私はですね、この TJAR の選手が注目している装備っていうのをですね、結構チェックするようにしていて、実際にですね、私の登山用具としても使っているようなものもあります。簡単にですね、使えない道具もあるんですけれども、装備へのですね、考え方の起点といったところで見ていただけるといいのかなというふうに思っています。二つ目なんですけれども、体力面のところです。選手の方々は、ほとんどがですね、毎日20キロ以上走るような練習をする方々なんですけれども、中にはですね、サラリーマンとして、日々ですね、休み時間に階段を登ったりとかして鍛えていらっしゃる選手などもいらっしゃいます。こういったところですね、皆さんの生活の中に取り込める部分というのがですね、あるのではないかなというふうに思っています。やはりですね、このような大会の選手になりますと、非常にこう効率的で論理立てた練習をされている方が多いです。そういったところもですね、見ていただけますと、このですね、体力に行き着くためにはどういうアプローチをしなきゃいけないのかといったところでですね、従事離れしている部分なんですけど、決してですね、人事っていうわけではなくて、自分がですね、どうやったらそこまでたどり着けるのかなっていう道筋をですね、立てていくっていうのが、一番大切だと思っていますので、三つ目なんですけども、栄養面です。TJAR の選手たちはですね、本当に長い時間、不眠不休で長い間走り続けますので、この食料に関するですね、ところ、栄養面をですね、非常に気にされています。例えばですけども、この動画を見ている皆さんが、今年ですね、一番大きなビッグチャレンジをこの夏したいと思っていると。山があった時にですね、どういう行動食が必要か。例えば、エナジーバーとか、ジェルだとかって決めていただくっていうのはいいかなというふうに思ってます。最後にですね、どうやってそういったものを調べればいいのかっていうところなんですけども、上位のですね、選手の名前などをですね、本当にこう検索していただけると、いろんな例えばブランドとのタイアップだったりで、どんな装備を使っていただく、もしくはブログなんかも書いてらっしゃる人もいますので、見ていただけると、全体像っていうのは分かってくるのかなというふうに思います。といったところで本日は一般登山者が TJAR の見るべき理由といったところでお話ししてきました。この動画がですね、もしよかったなと思いましたら、グッドボタンの方とシェアですね、していただけると嬉しいです。本日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいください。